はい、どうも岡です。今日はね、ブラインドタッチ、あのパソコンのさ、タイピング、バタバタ打ちたいなと。俺、まあ、パソコンはね、触ってからかれこれ10年くらいは触ったかなまあそんなもんなんだけど、このタイピングの練習というものをしたことがないのよ、うん、だからもういつもこっちの、なんだ、文字盤をキーボードをガン見してバー打って見て、あ、字が間違ってる、イライラみたいな、そんなところがね結構続くんだけど、ちょっとねその習慣をねぶっ壊して、それをもうやめて、もうキーボードガン見の、文字が間違ってても全然気づかずに永遠と打ち続けるみたいな、そういう習慣をやめて、はい、ブラインドタッチをマスターしていきたいと思います。多分ね、俺のね仮説、また仮説なんだけど、仮説ではね、30時間練習したらね、もう体が勝手に覚えてんじゃないのかなっていう。うん。千本ノックってあるじゃん、野球の。あれと一緒だよね。あれもまあ、数こなしてまずは体に覚えさせていくというところで、ブラインドタッチの1000本ノックしていきたいと思います。そんでね、すごいねいいサイト見つけたのよ。ブラインドタッチって何から練習していいか分かんないじゃん。で、ホームポジションとかっていろいろあるんだけど、調べたところによるとね、ホームポジションがあるんだけど、まあまあ俺、まあまあ触ってるからね、左手はね、結構いい感じなのかな。まあ、A と S だけなんだけど、左手はね、まあまあ動くのよ。右手がね、もうなんか、いろんなホームポジション、ガン無視で、バンバンいろんなとこ触っちゃうから、まずは体にホームポジションを覚えさせたいっていうことでね、で、ただただどの指がどこですよって言われてもさ、なんか全然マスターできなかったのに、昔一回やろうと思ったんだけどね、それでなんかもうイラついてやめたんだけど、このマイタイピングっていうサイトがあって、マイタイピングってこれなんだけど、これ今映ってるかな、これマイタイピングってやつなんだけど、これ特訓っていうページがあってね、特訓タイピングっていうところがあってね、まあこれがトップページなんだけど、タイピングするならマイタイピングみたいな感じで、で特訓ページがあるのよ、特訓タイピング、はい、これで、これのまあ本当に初歩的なやつから、まあ俺ね、ちょっとこれとかもいろいろ触ってみたんだけど、まあここら辺はね、あんまり使わないなと思ったから、とりあえず飛ばします。で、最初にこら、特訓タイピング、多分これ、こっからがスタートなんだよ。特訓タイピング、右手の小指攻めて、薬指攻め、これこう行くんだよね、きっとね。違うのかな？まあ俺は、とりあえず右手をね、ブラインドタッチでマスターしたいから、まずは小指をね、中心的に攻めるキーワード。小指をバンバン使う。小指を、ここら辺だね。小指をこう、小指はここか。ここか。このラインかな。小指使うの。この -PL。まあ、L はあんま使わないかもしれないけど、-と P は、ね、バンバン使うから、まずは小指の動きをね、体に覚え込ませていくっていうことでね。ちょっとね、俺実はね、昨日から6時間ほどね、攻めたのよ。やってみたのよ、6時間。あと、残すところ24時間だよね。うん。6時間は練習して、しかもね、小指からやんなくて、この指さえ、この指の、これ中指か。中指さえ、覚えちゃえば、中指も、中指は、どれだ？これは、I か。K
K と I をやたら使うんだけど、 KI、うん、そうだね、 KI だけ使うから、中指さえ覚えちゃえばいけるかなと思ってやってたんだけど、中指は意外に簡単だったのよ。薬指がね結構難しくて、で手の置き方がなんかうまくいってないなっていうのに気づいて、でよくよくね、このなんだマイタイピングのその最初のスタートの通り、小指から攻めたら、小指やたら使う時に置く手のやり方が一番いいわけよ、うん、俺が昨日気づいたのはね。だからまあね、ここで言うところのこれだよね、このなんかポツあるじゃん、ポツキーボードにほら、ここホームポジションですよって、人差し指置きますよって、でこっちもほら F と J があの人差し指置くとこですよって言って、俺はこう置いてたのよ、手をこう置いてたらなんか全然うまくなんないなと思ってね。で小指タイピングっていうやつやったらね、こう置くと良かったね、こう置く、このハイフンに やたら小指が簡単にかかる、 B とハイフンにやたら小指がかかるポジション、これでね攻めるとねすごいやりやすかったんで、まあね、これをひたすらね千本ノックのようにやっていく、そんな動画になりますはい、ということでよろしくお願いします。どうやって撮ろうかな、じゃあね、ちょっとマイタイピング小指編、右手の小指を攻める、あ、ちょうどいいところに打つんじゃん、これでこうスタートするとね、スペースキーを押すと始まるんだけど、ああ映るね、よしよし、これがねほんと特訓になるのよ。よし、まずはもうね、顔の前にスマホ設置したからね、すげえもうキーボードが見れない状況になってます。これ千本ノックしていきます。まずはこのちょんちょんに指を置いて、小指を P、 右手の小指を P に置く感じで攻めたいと思います。まあまあ665点だってこれでねベストスコアだって G だって、まあこっからね少しずつレベルアップしていくんだけど、今ねもう指見てない、このキーボードは見てなくて、ここの画面に出てくるキーボードでどの指でどの、 あのキーを押してくださいっていうのが色で分かるように出てくるから、ずっとそれを見てね、あのただただ指をそのキーボード通りに動かすみたいな感じでやってます。これをね延々と練習していく動画になりますので、よろしくお願いします。はい、千本ノックやて、まずはやるやて、さっきよりなんか良くなった、8846点、じゃあまだ2回ですかね、1000本ノックですから、はい、1000本ノックというと、まあね1000本もやんなくていいんだよこんなの、まあ30回もやればいけるかな、まず30回を目指そう、うん、30回をまずやろう、うん、はい、やってみます。3回目スタートです。しかもね、毎回同じ文字が出てくるからね、指が覚えてくれるんだよね。ちょっとね、じゃあ皆さんに俺のこの
現状を取っておかないとあれだよね、違いが分かんないよね。ほら、まあこんな感じでね、まずひらがなになってないとかよくあります。おはようございます、皆さんよろしくお願いします。ほらこんな感じで、ほらこんな感じですげえイライラするでしょ。お願いします。でチャンネル、まあ、こんな感じでね、右手がね、バン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 動いちゃうから、常にね、自分がどのキーを押しているかを確認しないと、まあ、間違ってるわけよ。だからこう、もう画面を見て、文字を、あ、この文字間違ったっていうのがね、確認できずにバーって打って、戻って、直して、みたいな。すげえ時間かかんだよ。するとね、イライラするからね。はい。まあ、これがね、俺の現状です。これが俺の現状です。まあね、正直、これでもね、そんなにね、タイピングを求められる場合の仕事でない限りはね、まあまあ、メール送るぐらいだったら、ほら、ずっと一日中メール送ってるわけじゃないからさ、こと足りてたのよ。うん。だけどね、ちょっとね、そういう現状でもなくなってきたんでね、今タイピング練習中です。はい、タイピング練習中でです、うん、まあ運がいいとこう誤字がなくていいんだけど、まあね、これでねバンバン打っていくとね、まあ、確実に俺のね文章はね、誤字脱字で締められているというか、だからこう書類なんだ、その誤字脱字があっちゃいけない、仕事ってあるじゃん、なんかその契約書、うん、そうだね、契約書的なやつね、契約書的なやつはの そういうののほら直し的な仕事になると、まあ使えないです。もう誤字脱字だらけなんで、もうそういう仕事にはねつけないです、逆に。ということで、はい、これが今俺の現状でした。じゃあまた普通に次5回目のタイピング練習していきます。お、まだレベルアップした。まあね、こう新しいものをね身につけようと思ったら、まずはね今の現状をぶっ壊さなきゃダメなわけよ。今の現状をキープしたままとかだと結局新しいものが入りにくいから、まずはね俺がやめることとしては、キーボードを見て打つのをもうやめると。もうかなりプレッシャーだよね、逆に。キーボード見れないからもうすごい遅いわけよ最初は。でもねここでねくじけず、数だけ数こなしゃこんなものはねいけるから、もう時間の問題です。ということで、はい、5回目終了で、気がついたのは、このポツをね、F と J、 この人差し指のポツをね常に意識して、こういろんなとこ打つと この人差し指がどっか行っちゃうわけよ。で、あれ俺今どこいるっけっていうのを、ね、このポツでね一回ね元のポジションに戻るようにこのポツがついてるから、このポツをねこう感じながら文字を打っていく。例えばピーマンってこういろいろ打って手がいろんなところに行きました。そしたら次の文字に行く前に一回このポツにね人差し指を置いてあげると、また、ね、全体的に俺の指は今小指がちゃんとピーに乗ってるとか、このポツを見失うとね、ピーにあるはずがねちょっとこう上の方にずれてるとね、あ横棒に行ってるわみたいな感じでずれちゃうから、
まあ、こんな感じでねやっていくといいかなと思います。ということでおしっこ行ってきます。はい、戻ってきた。じゃあやっていく6回目。これねずっとね、まずは小指の、ところだけを特訓します。小指のところだけをね、まあね、もう1000回やるっていう勢いで攻めていきますと。はい、じゃあね今10回終わって、まあ、とりあえず進歩はあんまり見られませんが、まあ、全然そんなの気にしません。でね、ちょっといいこと思い出したんだけど、今ね、10回やってね、すげえ疲れちゃったんだよね。かなりやっぱりね、小指スタートはね、辛いっていうかね、思った通りに動いてくれないのよ。で、一番ね、ブラインドタッチで最初にね、練習した方がいい指ってどれかっていうとね、右手の、これ、中指。これ、I と K。これがね、結構指が動くのよ。で、進歩、上達度がね、かなり増すからね。うん、まず右手のどの指から上手くなりたいかなと思った時に、まずここから行くとね、結構ストレスが、低い。うん。で、次、中指。昨日はね、ここの指をね、2時間くらいやったかな。で、あとの4時間は中指行ったんだけど、中指はね、薬指行ったんだけど、薬指もね、まだまだなのよ。まだ、達成率でいうところの、俺のイメージでパン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 動くイメージから行くところの 20% くらい。で、小指はね、まだ 2% とか、そんくらいだけど、まあ、まずね、ストレス軽減のためには、こっから攻めてもありだと思うけど、俺はね、もうここ練習してきて、ちょっとね、飽きたから、小指攻めようかと思って、今動画回してんだけど、まあね、このまま俺は小指を攻めます。で、メンタリスト大吾が言ってたんだけど、15分やって、5分休むっていう、このインターバル、15分集中して5分休む、15分集中して5分休むっていうのをやると、疲れにくい。集中力をさ、バーっとこう、1時間ぶっ続けてやって、もう疲れた、やりたくないってなるよりは、15分5分でやって、2時間3時間永遠とやり続けた方が、まずは継続することが一番重要だからね。ということで、この15分の5分休みの15セットっていうやつをセットして、はい、こんな感じで、やっていきまーす。これもここに置いとくか、見えるところに。はい、じゃあ11回目やっていく。はい、休憩。はい、休憩。今こう練習してるじゃん。で、できないからストレス来るじゃん。で、このストレスがね、なんだ。うわ、ストレスかかるから嫌だーってこう思ってるじゃん。
でもね、多分ね、ストレスがないとね、脳と覚えないんだよ。ストレスがかかるから、あ、覚えないとこのストレスがずっとね、かかり続けるんだってね、脳が判断して、あ、これはもうちょっと体に覚え、指令出すような、ちょっと神経回路を作っとかないと、こんなストレスがね、毎回毎回かかられちゃう。こっちも、商売上がったりだよってなって、多分ね、頭と体がね、覚えてくるはずなんだよ。俺の理論俺理論ね。でもね、なんかそんな本が書いてあったね。なんかストレスを味方にする本みたいなのがあって、まあね、ストレスってね、実は全くダメなものじゃなくて、実はないと進化しないんだよ的なことを書いてあった本を俺読んだ気がする。でもね、それもね、だいぶ前に読んでね、ちょっと内容ほぼ覚えてないんだけどね。まあね、また次回あるのかなわかんないけど、またそれを読んだ時があったらお話ししたいと思います。まあね、とりあえずね、ストレスのその受け止め方だったね。うん、ストレスってかかると体に悪いもんだっていう思い込み自体がちょっと違うんじゃないのっていう、その思い込みを少し変えてあげるだけで、ストレスってすごくいいものになってくるというか、自分のプラスに変えることができるっていうような本だったのよ。だからね、結局はね、考え方なのよ、世の中っていうのは。うん、それはね、分かったんだよ。ただね、その、今までのこの凝り固まった考え方をどうこう克服していくかっていうのがね、まあ、一番、難儀するところではあると思うんだけど、うん、まあね、まあ、今まで自分がどういう考え方をしてたのかっていう、そういう癖に気づければね、気づかなければ永遠とそれが残り続けるんだけど、気づいてしまえばね、あ、また同じことやってる、あ、また同じことやってるって言って、4、5回やればね、あ、だんだん分かってきたと思って、パターンが、みたいなのが分かってくるかと思われます。はい。よし。ああ。何回やったっけな？多分2回くらいはやったな。3回くらいやったか。まあいいや、2回足しておこう。今で、16回やって、スコアが1148だって。ベストね、1164。まあよくわかんないけど、スタートしたてよりは全然上がってるっしょ。5回目とか、10回目とか、15回目とか、まあこの節目でちょっと動画撮っていこうかな。こんな感じで打ってますよ、みたいな。ここら辺でね、いい感じで進んできたところを、ね、撮っていきたいと思います。ね、学校でさ、この、小学校上がるぐらいにはもうブラインドタッチが全員できてなきゃダメっていうぐらいの教育した方が俺いいと思うんだけどね。もちろん、いろんな勉強も必要だけどね。これね、ブラインドタッチができるとね、そのプログラミングとかね、勉強するときにね、すごいストレスが減るわけよ。俺、全然、昔ちょっとね、書けたらいいなと思ってね、本買ってやったことあるんだけど、本見て、こう下向いて、打って、見ると、頭文字が間違ってて、みたいな。それで、もう断念したから、こう、ブラインドタッチできてれば、ああ、ちょっと、ミスったとかすぐ直せるから、もうね、こう、なんていうか、一手間減るんだよね。ブラインドタッチができることで。それでね、まあ、プログラミングができるとね、多分ね、いろんな幅が広がっていくと思います。よっしゃ。さあ、第3ラウンド。パーン。始まるよ。
はい、もうすぐ15分なのでちょっと休憩でね、ちょっと画面 見ながら説明しようかな。今ね、俺はひたすらここに目線をやってるのよ。ここに目線をやってホームポジション、まずここに置いて、あと右手のこの P か歩、こうだからまっすぐじゃなくてこう斜めに置いてるね。あれ。なんだ。まあ、斜めに置いて、まあ、ピーとね、あ、これ休憩の合図。ピーとね、ここ、横棒行ったり来たりできるぐらいのところに置くと調子がいい。調子が良くて、パンパン進めるから、まあ、このポジションをね、意識してるね。この小指のポジション。すると、ここら辺もおのずと真ん中も決まってくるから、人差し指と小指のポジションが決まれば、あとはいけると。そんでね、今俺はここを見ながらね、やってるからね、ここと、あと、ポジション決めちゃえばね、どの指、例えばこれ、あ、F、F を押してるけど、これよりも一個上かってことで、上を押すと当たるから。この自分の手元を見ずにこっちだけでね、いける。中指、小指、人差し指で、あれ、ここよりもこっちの上か、みたいな感じで。で、これも、あ、ここか、みたいな。意外とね、こう光ったところの指を動かすだけで、ね、当たるんだよね。ほら。アルファベットを見なくても、ある程度、いいところまで行くのよ。ほら。指、光ってるとこだけ押して、あ、N、今、俺の手が N にあるんだなってことで、あ、U はもっと上かってことで、あ、J、これ、じゃあ、ここか、みたいな。これもね、本当に何回もね、やってるとね、勝手にね、手がね、自分のこう、一番いいポジションを覚え始めるんだよね。探してんだよね、多分。この角度もね、俺がいいと思ったのは、やっぱこの人差し指と小指を P に置くのかな。人差し指を J、このホームポジションに置いて、小指を P に置いて、こっちはね、A に置いてる。するとね、もう決まってるから、あとは、このサイトの誘導してくれる指を押して、上なのか下なのか。真ん中に置いてるから、真ん中か上か下か。この3パターンだから、あとそれを探しながらね、何回もやってるとね、いける。うん。でね、ある程度、今指が動き始めてるから、だから次はね、ここから目を離して、ここに行こうっていうかね、もう、文字だけ見て、ボーダーだったら、BOD、あ、ボー、うん、まあ、ボーダーこれ、ここ見てもいいと思うんだよ。アルファベットがまだ、何打ったらどの文字出てくるか頭に入ってない人はこれを見て、ボーダー BO-DA-Kみたいな感じで、うん、じゃあ B ってどこだって。意外とね、いけると思うんだ。変形
どれだこれか。ピーナッツ。これだね、これ。この指が、なんだ？この指が I か。I と O と P。IOP。IOP、あ、あ？いいんだよね。IOP。この IOP さえ覚えちゃえば結構使えると思う。いけると思う。なかなか目が離せないな。よし、やっていこう。